ラジオで怒らんでええやそんなんみたいなを言うてはる。ラジオでポロッと言ったことがネットニュースになるんだよ、ね、なんねんほんまに。だからほんまに宇都宮さん何回もそれ口とがらしてますもんね。いや俺ほんなんかニュアンスがもう全然違うじゃないですか、うん、そのなんかほんま見出しでなんか引っ掛けるやんか。そうですね、ニュースは。そうですそうです、激怒とかね、そんな怒ってないのに激怒とか。 それで僕ら一発食らってますからね。僕らが衣装を劇場に置いてた、あ、これ知ってくれてます。ラジオ言ってたやつ、言ってました言ってました。そのラジオで、そう、宇都宮さん語らはって、あとパッといきなりネットニュースみたいな上がってきて、うん、ほんでミルクボーイ宇都宮が、ツートライブのためを思って、うんうん、ツートライブの楽屋をガチャッと訪ねると、ツートライブの2人はタバコを吸いながら、なんですのと一言。そう、めちゃくちゃ悪いやつみたいな。ほんまそうやったんですよ。なあ、いや衣装を持って帰った方がええねと、その M1 前とか。そうやった。衣装を大事にしなさいよって。あ、じゃあそれはネットニュースに対して怒ってないんや。それは怒ってない、怒ってない。事実だけと。完全に事実。楽屋まで言いに行ったら、うん、もうあのツードライブも衣装持って帰ってはいいよって言ったら、ほんまにタバコ吸いながら、何がですの怒ってるか。言ってるか。またネットニュースだ。いやいや、もうね。ほんでしかも電子タバコって書いてあるんですけど、普通のタバコやし。間違っとんで。言いたいとこないやろ。変えたいとこ。